はえー 日本維新の会教育無償化を実現する会を代表して質問させていただきます梅村瑞穂と申しますよろしくお願いいたしますまずもって3名の参考人の皆様には専門的なご知見を共有いただき本日は誠にありがとうございますではまず秋元参考人にお尋ねしたく思います、えー、今日はまあご講演カーボンニュートラル実現への展望でこの副題2行を読むだけでうーんとうなるようなあのまさに理想と現実のギャップを理解しつつ柔軟性を有した実効性のある対策をあのまた 同感でありますあの理想だけ言えばです、ね、今すぐ再エネ100%にしたいというのは皆さん同意ではないかと思いますけれどもそうは言っても、えー、例えば電気料金がこれ以上高騰すれば人々の命さえ危ぶまれるそして産業もまあ停止して、えー、先ほど秋元参考人がおっしゃっていた今日の肝はリーゲージが起きないようにどうするかということであの全く同感だというふうに聞いておりました。であの今日はあのご講演のの最初の方にもです、ね、GDP と CO2、まあ、排出の相関関係についてご説明をいただきましてこの非常に難しい2つをバランスさせて GDP は上向きにそして CO2 の排出というのはま目標達成に向けてというこれが非常に難しく各方面で苦労されているということでございます。そそここででお伺いいしたのののはですねのの GDP を我が国は ドイツに抜かれてしまって、えー、これから上げていくのにどうしたらいいのだというところでですねあの、まあ、投資、まあ、資金を呼び込むのも非常に重要だということで今月4月の14日にですね、えー、クライメートトランジション利付国債というのが入札となりましたけれども、まあ、こちらも非常にあのチャレンジングであると思っているのですがあの、まあ、入札が、まあ、その人によっては、まあ、弱かったんじゃない結果として弱かったんじゃないかというさまざまな評価がある中で秋元さん 参考人はどのように見ていらっしゃるでしょうか秋元参考人 はい、あ,のありがとうございますあのおっしゃられる通りとおり GDP を上げながらですねいかに CO2 を下げていくのかという戦略を考えないといけなくて他方、やっぱりあのそのためにもですねあの限界削減費用というかカーボンプライスの世界的な協調がないとなかなかその日本もし本当に協調していればですね日本のやっぱりエネルギー効率は非常に高いですし、えー、カーボンニュートラルに資するような技術のまあ あのアンモニアもそうでございますしいろいろな技術を持ってますので、えー、そういう面では日本がまさに成長に資するような戦略を描けるんだというふうに思いますただ他方を申し上げてきたようにですねあのちょっとグラフでお示ししましたように限界削減費用は世界にものすごく幅が あってですね差異があるという中でいくと日本がカーボンリーケージをしていくリスクがあるということだと思いますよってですねトランジションプロセスをいかにしっかりやっていくのかということが重要でございましてそういうのに資するためにですね日本政府も GX 移行債というものを発行するという形でトランジションをしっかりやっていくということだと思います。このの取り組み自体非常ににに重要な形だといいいうふうう考えててままして国際的にもまあグリーンの論調がが強かったわけでございますがそあう そればっっかり言っててもですねやはり景気が悪くくななるとみんな引いていいてわけでございますあの,景気のいい時はですねあの言葉に伝えてグリーンに投資してですねしかも投資するとそこにバブルが発生しますのでますますリターンがいいように見えてしまうということなんでいかに着実に CO2 を減らしていくとそういうことなのかとそれに資するようなことにどう寄与するのかっていうところが重要でございますのでまあ今回あのちょっと弱含みだったのかどうかっていうところに関しては評価があるのかもしれませんが。 あのしっかりですね正しいことをやっているというふうに思いますので、しっかりそれをですね着実に進めていくということが大事かと思いますありがとうございます。 もう一います本日は非常に網羅的にお話をいただきましたのでかねてから私が気になっていた点なんですけれどもあのエネルギーミックスを考えるときにですねあの日本はもちろん資源が乏しいと言われますし太陽光等をはじめとして、まあ、非常に再エネも頑張ってはいるんですけれども設備利用率の悪さっていうのはもう本当にあのこう 今ですと私も新幹線に乗って、えー、地元の関西から、えー、こちら永田町に来るんですが雪が積もっている太陽光パネルを見るとあ稼働してないなと思いながらいわんや北海道や、まあ、阿蘇山親というような形で,です、ね、あの心配になってくるんですけれどもあの地熱があるじゃないかというようなことで,です、ね、あの非常にハイリスクハイリターンであってベースロード電源になりうる非常にあのうこう機体をうってを 持たせる要素はあるもののリードタイムの長さや、まあさ掘削の難しさ等々でなかなか二の足を踏んでいるというところなんですがまあ 2030年目標に照らせば、えー、全全ての電源構成の中で1%の目標と目標自体も低いんですけれども技術開発によって、まあ、例えば超臨界地熱ですとかっていうのの技術開発があのもしうまくいけば風たけた台に乗せることも 夢ではないというふうに専門家も言う方もいらっしゃるわけなんですけれどもこのポテンシャル、まあ、地熱発電のポテンシャルについてはどのようにお考えかお聞かせいただけますでしょうか。秋元参考人 私も地熱発電に関しては大きな期待をしているわけでございますがただ、私も学者でございますしシステム全体を見ていると、まあ、そうも楽観視はしていないというのが正直なところでございます。あのやはりあのおっしゃっていただいたようにですねやっぱりリスクがあの掘ってみないとわからないというところの非常に大きなリスクがあるのであのそういう面で事業化しにくいというところがあると思っています。ただあの政府もですねジョグメックがあの そういう探査のところを支援するなどですねやはり投資リスクの大きいところに関しては政府が持つような形でですね、まあ、リスクの分担をする形であのなるべく進めれるような形にしてきているというふうに思っていますで、技術でどうかということでございますが、まあ、あの私もそこの直接的な専門家ではございませんのであの正しい認識かどうかはあの分からないですがただ、技術の可能性として見ると探査の技術というのがむしろ一番重要なところだと思います。投資リスクが非常に大きいの あのそこをしっかりできるようなあの何かブレイクスルーがあればです、ね、もう少しこの地熱発電、まあ、ポテンシャルとしては非常に多く日本持っているわけでございますのでそれができるのではないかというふうふに思いますただ、いずれにしてもどういう技術においてもです、ね、やっぱり技術の可能性というものを捨てることをせずにです、ね、しっかり幅広くです、ね、あのかけていくということが必要かなというふうふに思います。それれぐらいいいい日本は追い込まててててるるというか全てにおいてハンディキャップを追ってる ということだというふうに思っています梅村瑞穂君 ありがとうございます。続きまして平田参考人にあのご意見を伺いたいんですけれども、あの平田参考人のお話からはですね、もういかに早期に化石燃料から脱却していくかっていう強いメッセージをいただいたと思っているんですけれども、まあ、その中で最後にですね、あの途上国における対策をどうするのかっていう言葉も載せていただきました。で日本政府はですね、あのアジアゼロエミッション共同体ということで、まあ、こういったその途上国にま技術力とリーダーシップで アシストしていこうというような形で動いておりますけれども、このアジアゼロミッション共同体、AZEC について、どのような評価をされているのかということをお伺いしたいと思います。 東南アジアの国々の方とも連携して取り組んでいることが多いんですけれどもあの東南アジアの諸国の方々というのは非常に日本政府や日本の企業に対する信頼が厚くてむしろヨーロッパやアメリカよりも日本とまあパートナーシップを組むことに対する期待とまあ信頼があるんだなということを常に感じます。でですから日本がアアアアアアジジジとといいう中でのののアアの先進国として特に出多 国と連携するというのは、非常に重要な国際的な日本の役割だと思っています一方で同時にですけれども、今日あの話を申し上げました。あの技術どんな技術を？ それからどんな支援を途上国の,あの国々にそれぞれの国の特性を踏まえてしていくのかということについてはその水素の作り方それからその使い方使い道についてもやはり同じように今あの今日私が申し上げたことと同じようなことが途上国の国々にも当てはまると思っております化石燃料からの水素アンモニアを作っていくためのサプライチェーンに巻き込んでいこうとするとまた新たな化石燃料事業を あの進めていくインフラを。 あの途上国に作っていく。そうするとそこからまたさらに脱却するために高コストがかかるということもあります。日本よりももっと早く大胆に削減を進めるためにどんな支援をするのかといったときにその技術の選定、えー、というのは非常に重要だと思っています。であのもちろん一飛びにですね明日再エネ100%するということは先進国でも途上国ではもっと難しいところもありますので段階を経る必要があのあるとあると思いますけれども、えー、未開発だからこそ そ,そして技術があのまだその先鋭化されていないあの先日本ほど先進化していないということであるからこそ、まあ、再生可能エネルギーを入れてきやすい環境はすごくあるなというふうに思っておりましてそこへの支援が足りてるのかというとまだまだであるということであるのであの再生可能エネルギーへの支援をどんどんやはり進めてですねひとっ飛びに、えー あの再生可能エネルギーでクリーンな途上国にしていくことへの支援の手をまあどんどん差し伸べていただきたいというふうに思っております。日本の役割は非常に大きいと思っております。目村瑞夫君。ありがとうございます。ちょっと時間がなくですね渡辺さん講義にはあの質問させていただけなかったんですが、エネルギー消費量の増大で撤退を余儀なくされる企業がある中頑張っていらっしゃる御社の取り組みを非常に応援しております。ありがとうございました。